珍しいな。みんなもうこの塔のことを忘れたのかと思ってた。俺には沈黙の魔女の呪いがかかっている。それはあなたがここに来た目的に関係することですか？ティナーシャ、結婚でもするか？は？受け付けられませんよ、そんなの。魔女の血を王家に入れようなんて正気じゃないです。曽祖父は引き下がったかもしれないが、俺は俺だから特に関係ないというか。何言っちゃってるんですか。どっちもダメ、一律ダメ。やっぱり危ないですよ。魔女に呪いを増やされたらどうするんですか。魔女の弟子だと聞いたけれど。ただの殿下のお気に入りってわけじゃないのは確かだ。今の無影将で、もしかしてドラゴンですか。あなた本当に変わってます。大丈夫だ、なんとかしてやる。ダメですよ、魔女は怖いものなんです。お久しぶりです、青き月の魔女殿。70年ぶりだな。良い眠りだったか。いい加減俺を頼れ。どうしてほしい。前衛をお願いします。わかった。悪いが今度は死んでもらう。終わりだ。